皆さん、こんにちは。おにぎり君の日本語発音教室へようこそ。今日はみんなで、た、ち、つ、て、との勉強をしましょう。まず、以前の動画でお話しした、あ、い、う、え、おの復習から始めましょう。 母音、あ、い、う、え、お以外の音はほぼすべてシ音ンプラス母音で成り立っているので母音が美しく発音できれば綺麗な日本語に近づくでしたね口の形と舌の位置に注意して母音の口体操をしましょう 「えいうえおあお」それでは本日のテーマ「た・ち・つ・て・と」の発音についてですまず基本的な「他行の子音を練習しうましょう。この音 真似できますか <laughs> これは舌を歯茎につけて息の流れを止め、舌を下げるときに破裂するように出す音です。 発音するとき、声帯を振動させないようにしましょう。声帯が振動すると、打行の子音になってしまいます。と。では、この打行の子音に、5つの母音をつなげて発音してみましょう。 あ、た、つ、い、つ、う、つ、つ、え、て、つ、お、と。ちとつが少し不自然で発音しづらくないですか まず、地の子音の発音のポイントです。地の子音は、他行の子音よりも、後ろの位置で、息の流れを止めます。さらに、破裂音に加えて、息が上顎に当たって、隙間風のような音が少し出ます。 次はつの子音の発音のポイントです。つの子音は他行の子音と息を止める場所は同じですが、破裂音に加えて。 息が歯茎に当たって、隙間風のような音が少し出ます。つ、う、つ。また、詩音を強く発音しすぎると、た、のように不自然になります。子音は、 軽く早く小さめの音量で母音ははっきりと発音しましょう。では、もう一度一緒に、た、ち、つ、て、とと言ってみましょう。た、ち、つ、て、と最後に、 一緒に単語の練習をしましょう。過去過去タイヤタイヤ地図 チーズ、チーズ、チーズ。つえ、つえ、ツアー。 ツアー点点テストテスト鳥